北朝鮮軍のロシアへの派兵は確実に始まっている。派兵実現を急いだロシア、北朝鮮の本気度。2024年10月に入り、北朝鮮がウクライナ戦争に本格的に派兵する可能性が現実的な懸念事項として浮上してきました。ウクライナや韓国のメディアからは、北朝鮮部隊がロシアに派兵されているという情報が次々に報じられています。現時点で北朝鮮の派兵がどれほどの規模なのか、またその全容についてはまだ不明な部分が多いものの、筆者の入手した情報によれば、すでに派兵は開始されていることは間違いありません。今回の派兵がロシアと北朝鮮の間でどのような意図に基づいて行われ、今後の国際情勢にどのような影響を及ぼすのかを探ってみます。派兵の出発点、2024年6月のロ朝首脳会談。この派兵問題のきっかけとなったのは、2024年6月に平壌で行われたロ朝首脳会談です。この会談において、北朝鮮の金正恩総書記とロシアのプーチン大統領が北朝鮮の部隊派遣に関して合意しました。筆者は日本のメディアとして2024年7月9日付の記事、金正恩がロシアに工兵部隊の派遣を約束したで、この合意を報じました。この情報はウクライナが極秘に入手したものであり、キーウでは当初、北朝鮮兵がすぐにウクライナ戦場に投入されるのではないかとの見方がありました。ロ朝の実務調整の加速。この報道の直後、北朝鮮の軍事教育を担当する代表団が、ロシア極東のウラジオストクを訪問したことが、北朝鮮国営メディアによって伝えられました。この代表団の団長は、キム・イルソン軍事総合大学の金金哲総長であり、具体的な訪問の目的は明らかにされませんでしたが、両国は首脳会談の直後から派兵に向けた具体的な調整を始めていたとみられます。この動きから筆者はロシアと北朝鮮が派兵を急いで進めようとしていることを強く感じました。特に両国が軍事的な調整を非常に迅速に進めている点は異例です。派兵の表面化とその後の進展。その後、表面的には派兵の動きが見えず、ウクライナ国内では一時、派兵は実現しないかもしれないという憶測も広がっていました。しかし実際には水面下で両国間の実務的な調整が進められていたのです。2024年10月に入り、ウクライナと韓国の高官やメディアから北朝鮮の派兵に関する情報が次々と明らかにされました。ウクライナ国防省の情報総局長であるキリーロ・ブダノフ氏は、すでに約1万1000人規模の北朝鮮部隊がロシアに派遣されており、2024年11月1日までに戦闘に投入される準備が整っていると発言しています。このようにロシアと北朝鮮の間で行われた派兵合意が徐々に実現に向かっており、今後の国際情勢に大きな影響を与える可能性が高まっています。その後、韓国の国家情報院、国情院は、北朝鮮が特殊部隊員約1500人をロシアのウラジオストクに最近移動させたと発表しました。これに伴い国情院は、北朝鮮がロシアとの戦争に参戦を開始したとの見方を示しています。北朝鮮にとって、今回の派兵は初の本格的な対外派兵となります。ロシア極東での北朝鮮軍部隊。筆者が入手した情報によれば、ロシア極東の軍事訓練施設において、すでに北朝鮮軍の部隊が1万1000人規模で訓練を行っていることが確認されています。この部隊については、ウクライナ側もすでに詳細な情報を把握しているようです。2024年6月に合意された派兵が、
その年の秋から始まっています。ロシアがこの北朝鮮からの派兵を急いだ背景には、ロシア軍が直面している深刻な兵力不足が挙げられます。ロシア軍は人的損失が非常に多いにもかかわらず、人海戦術を継続しており、北朝鮮兵士の派兵はその緊急的な対策として行われているのです。戦況と補充兵の不足。現在、ロシア軍はウクライナ東部ドネツク州で小規模な都市を制圧するなどして主導権を握っているとされています。しかし、その一方で戦傷者の数は記録的な水準に達しており、モスクワからの兵力補充は次第に減少しているのが現状です。ウクライナ軍の関係者によると、ロシア国防省はこれまで毎月3万から3万5千人規模の契約兵を前線に補充してきましたが、2024年10月の前半には、ドネツクへの補充兵としてモスクワから送られてきた人数はわずか1600人程度にとどまったといいます。これにより、ロシア側が北朝鮮の参戦を強く求める理由が一層明確になっています。北朝鮮派兵要請の契機。ロシアが北朝鮮に派兵を要請した直接のきっかけは、2024年8月6日にウクライナ軍がロシア西部のクルスク州に対して行った越境攻撃でした。この攻撃にロシア軍は対応に遅れを取り、空挺部隊など主力部隊の投入に約1ヶ月を要しました。こうしたロシア軍の厳しい状況を受けて、プーチン政権は北朝鮮に対して緊急で派兵を要請しました。北朝鮮部隊は要請からわずか約1ヶ月後に派兵を実施しており、これは両国軍部の間での事前の準備が進んでいたことを示しています。本稿執筆時点でクルスク州の占領はすでに3ヶ月が経過していますが、ロシア軍は依然として奪還の見通しが立っていない状況です。クルスクでの派兵任務。現在、北朝鮮から派遣された部隊はクルスクにおいて任務に就く見込みである。この任務に従事している間、北朝鮮軍は形式的にはロシア領土を防衛する形を取ることになる。プーチン大統領は2024年10月中旬、北朝鮮の金正恩総書記との首脳会談で署名した包括的戦略パートナーシップ条約を批准手続きのため、ロシア下院に提出した。この条約には機密条項も含まれており、緊急事態時における相互の軍事支援が明記されている。したがってこの条約が正式に批准されれば、北朝鮮の派兵部隊がクルスク州でロシア軍と共同作戦を展開したとしても、それは条約に基づく領土防衛行動であり、違法ではないとロシア側は主張する可能性がある。一方でロシア軍は極東にある軍訓練施設にて、北朝鮮部隊の兵士たちにロシアのパスポートを配布した。これはウクライナ領内で北朝鮮の兵士が戦死した場合、ロシア軍兵士であったと偽装し、ウクライナ侵攻においてロシアと北朝鮮が共同で行動していることに対する国際的な批判を回避する狙いがあるとみられる。今回の派兵はロシア軍が兵力不足に苦しむ中での北朝鮮軍の支援という枠組みに加え、別の側面も注目されている。それは金総書記が北朝鮮軍の実戦経験を積ませるためにロシアの要請を受け入れたというものである。朝鮮戦争以降、北朝鮮軍は大規模な戦争を経験しておらず、統合作戦やハイブリッド戦争といった現代の戦争の手法を十分に理解していないとされている。ウクライナ軍関係者によると、金総書記はプーチン大統領との交渉で派兵を通じて何よりも実戦経験を積むことが必要だと強く訴えたという。すでに北朝鮮は600万発もの砲弾や短距離弾道ミサイルをロシアに提供しているが、今回の派兵はそれらの軍事支援とは異なり、実戦に参加するという新たな段階に入ったといえる。
新たな局面の認識、キム総書記の実戦経験発言から想起されるのは、北朝鮮の最近の韓国に対する対決姿勢である。北朝鮮は韓国を敵対国家として公式に位置づけ、キム総書記自らが朝鮮人民軍の指揮場を訪れ、韓国との軍事的緊張が高まる中、臨戦態勢を取るよう指示を出している。今回の北朝鮮による派兵を受けて、次の3つの新しい局面を認識する必要がある。第1に、北朝鮮の派兵によりウクライナ侵攻が朝鮮半島の情勢と結びついたこと。第2に、この派兵によって北朝鮮と韓国との関係が一層緊張する可能性が高まったこと。第3に、今後の朝鮮半島の情勢次第ではロシアが北朝鮮への軍事支援を強化する事態が生じる可能性が出てきたことである。これらの新たな局面に対し、アメリカや日本は国内の政治スケジュール、大統領選挙や解散総選挙などに追われ、初動対応が遅れた。しかし今後は韓国や欧州諸国とも緊密に連携しながら、確実な対応策を立てる必要がある。韓国のユン・ソクヨル大統領が21日に言及した、ロシアと北朝鮮の軍事協力の進展に伴う段階別措置について、韓国政府の消息筋は22日、ロシアの行動に応じて段階的に対応措置を強化するという意味だと明らかにしました。この消息筋はまた、基本的には国際社会との協力が前提になるだろうと述べました。韓国政府として独自の対応が難しいため、米国、日本、オーストラリア、欧州連合などの同盟国や友好国と連携し、共同で対応する形を検討しているとみられます。注目すべきは、ウクライナ戦争においてロシアに対抗する中心的な存在である北大西洋条約機構との協力強化が現実味を帯びてきたことです。韓国軍当局は、ウクライナに軍事関連の専門家を派遣する案も検討中であり、北朝鮮が大規模に兵力を派遣した場合、捕虜となった北朝鮮兵士の尋問や北朝鮮軍の動向分析を支援するための人材が必要とされるからです。国防部のチョン・ハギュ報道官は22日の定例記者会見で、派遣する代表団の構成についてはまだ決定しておらず、具体的な内容が固まれば公表すると述べました。また大統領府のキム・テヒョ国家安全保障室第一次長は、ウクライナへの武器支援について攻撃用の支援も段階的に検討することができると明言し、北朝鮮の戦闘兵力派遣に伴うロシア・北朝鮮間の軍事協力の進展に応じて段階的に対応措置を実行すると強調しました。ユン大統領は21日、NATO のマルク・ルッテ事務総長との電話会談で、韓国の NATO 戦場情報収集活用システム、バイセツへの加入手続きが迅速に進むことを希望すると述べました。バイセツは、NATO 本部が運営するコンピュータネットワークであり、NATO 加盟国が軍事機密を共有するためのものです。韓国がバイセツに加入すれば、ロシアと北朝鮮の違法な軍事協力に関する情報も効率的に共有できるようになると見られています。